ミナルディ M189 は、ミナルディが1989年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーはアルドコスター。1989年は開幕からの3戦を昨年型の M188 バイトで戦い、M189 のデビュー戦は第4戦のメキシコ GP となった。エンジンは前年ベネトンが使用し、 この年から市販されたコスワース DFR を搭載。タイヤはピレリ製。本来は前年に開発中だった元売りモデルに座るの水平対向中に気筒エンジンの契約を打診されて仮契約しており、M189 はエンジンの完成次第乾燥が可能な設計になっていた。しかし1989年シーズン中にエンジンは完成しなかったため、 結局実戦投入はなかった。シーズンオフテストで実際に完走されたが、重量の重さなどの問題が山積みし、とても戦力になる代物ではないと、ミナルディ側から契約を破棄している。デビュー後は、リタイア、予選落ちを繰り返し、シーズン後半戦は、予備予選組に回る可能性が高かった。しかし、前半戦最後のイギリス GP で、ピエル・ルイジ・マルティニが5位。 ルイス・ペレス・サラが6位とダブル入賞を果たしたことで、予備予選域を回避することができた。その後は、完走率も向上し、マルティニは、ポルトガル GP で5位、オーストラリア GP で6位に入賞した。終盤戦は、ピレリの予選用タイヤとマッチして、マルティニが、ポルトガル GP5 位、スペイン GP4 位、オーストラリア GP3 位という、驚くべき予選成績を残した。 マルティニが負傷欠場した日本 GP ではパオロ・バディルッタが代役としてスポット参戦した。チームは6ポイントを得、コンストラクターズランキング11位でシーズンを終えた。翌1990年は開幕2戦のみ改良型の M189 バイトを使用し、マルティニとバディルッタがドライブ。予選でのマルティニの好調は続き、開幕戦アメリカ GP では、 予選2位でチーム初のフロントローに並んだ。しかし、マルピンには2000とも完走したもののポイント獲得ならず、バリーラは2000ともリタイアした。第3戦からは、新型の M190 が投入された。1989年ベルギー GP のスタート。ありがとうございます。